申し込む。アビルユー、夫、サイダが2歳娘と初の2人旅、貴重な経験になってるはず。タレントアビルユーが19日、インスタグラムとブログを更新。夫で格闘家のサイガキサエモンが一人娘にと、2人旅に出ていることを明かした。アビルは2014年9月にサイガと結婚。15年5月に第1子長女を授かったが、昨年10月、アビルが娘を置いて旅行中に、サイダが美女と不倫疑惑を報じられている。アビルはこの日、インスタに娘の弾けるような笑顔の写真を投稿。今回初めてお泊まりで不死旅に行ってるお二人さん、彼女が生まれてからお泊まりでパパと二人でお出かけは初めてのことと報告。娘のことは頭を離れないというが、一人だと洗濯物も洗い物もゴミもいわゆる家事が少ない少ない。自由にテレビも見られて、ゆっくりお風呂にも入れて、好きな時間に好きなものを食べれて、ベッドを独占できて、大の字で眠れる。アラームをかけずに寝れたり、誰かに睡眠を妨害されることもない。あと明らかに独り言が増える。M などとつかの間の一人暮らし気分を満喫していることも明かした。5月で3歳になる娘は抱っこ紐やベビーカーやミルクも必要なくなり、お手洗いも少しずつできるようになり、会話もできるようになったと言い、後に振り返った時、彼にとっても娘にとってももちろん私自身にとっても貴重な経験になってるはずと不死旅の意義も綴っている。